外反母趾用の、足指ストレッチを行いたいと思います。まず最初に、各指を、10回ずつぐるぐると回していきます。はい、では次に各指を足の裏側に向けてぐいっと曲げていきます。では次に各指を足の甲側に向けて曲げていきます。はい、では次に足の指と指の間の筋肉をストレッチしていきます。ちょうどこの部分ですね、こういう部分です。では軽く足の指を曲げてみましょう。足の指を曲げるとここに出っ張った部分が出てきます。ここから少し上ってきてもう一個出っ張った部分、この部分ですね、この間の部分の筋肉を伸ばしていきます。軽く曲げてみましょう。この出っ張った部分から少し上ってきて、この部分ですね、この間にある骨の横にある筋肉ですね、ここをストレッチしていきます。まずこの出っ張った部分と出っ張った部分に人差し指を当てて、足の裏に親指を当てます。そこからぐいっと親指で押さえ込みながら各指を回していきます。では次に足の指の間を広げる運動をしていきます。足の各指の間に手の指を入れていきます。こういう形ですね。でこのまま足の指を裏側に向けてぐいーっと曲げていきます。次に足の甲の方に向けて曲げていきましょう。で、ぐるぐると回していきます。はい。では、足のストレッチを行った方の指と行ってない方の指で曲がり具合を確かめてみたいと思います。左側がストレッチを行った方、右側が行っていない方です。左側の方がよく曲がっていますね。